特に男性の育休取得率の向上というのは待ったなしの急務の課題だというふうに思います。民間の直近の調査でも、男性の育休取得率未だ、いまだ、あ、だいぶ上がってきたんですけれども 17.、17.1%という状況でございます。政府はこの1月から育休を取得していただいた方の業務を代替する労働者に対して手当を支給するための新たな助成措置,措置をスタートしております。男性性のの育休取得促進をさらににに実効性あるももししていくたためにもこうした様々な 新しい制度しっかりと国民に周知していくことが欠かせないと思いますけれども、厚労大臣のご見解を伺いたいと思いますあのただいま総理がおっしゃってた、まさにその少子化対策の中で、国民がこの社会意識を変えなければならない、一つの分かりやすい例が、この男性のです、ね、育児休業取得の問題だろうと思います。でこの取得がなかなかかししづらい理由としてはです、ね 職場が育児休業を取りづらい雰囲気であること、それから業務の都合により取れないことなどがこれ、それぞれ挙げられております、でこのため、中小企業への支援として、今年の1月から両立支援等助成金に育休中等業務代替支援コース、新設いたしまして、育児休業中の労働者の業務を代替する周囲の労働者に対して、事業主が手当を支給する場合などの助成措置を大幅にこれ、強化をいたしました。 また、企業の自主的な取り組みをさらに促すために、男性の育児休業取得率の開示義務の拡充などの内容を盛り込んだ所要の法案、この国会に提出しております。そしてこれらの支援策や制度が事業主に知られていることが極めて重要でございますので、この人事担当者であるとか、管理職に向けたセミナーの実施、それから分かりやすいリーフレットの作成や、専用サイト SN、SNS の活用などを含めて、さまざまな手段を通じて、 この周知徹底を図り、こうした社会意識の転換と、そしてこうした男性のその育児休業の取得を確実に推進することに努めたいいと思います、えー、ぜひ、えー、多くの皆様に今おっしゃっていただいた制度も活用していただくよう、えー、ご期待申し上げたいというふうに思います。